あなたはこれを知っているか。さっきまで要と霧島はこれで遊んでいたが、ルールがよく分からなくてな。私も読んでみたが、普段あまり目にしない言葉ばかりが並んでいたぞ。相手が出したものより強いカードを出せばいいんだな。最初は付属のこのサイコロで黒か白かを決めるようだな。攻撃の際にはカード名も叫ぶものなのか。なるほど、確かに雰囲気作りは大事だな。次は私の番だ。揺れる影炎、ヒッツェシュライヤー。こんな感じでいいか。そうだろうか。一条の光、ストライフリヒト。今のは私の勝ちだな。湖の底深く眠る宝、エーデルシュタイン。真実を照らすのモーントシャイン。天使の舞踏会、バルツァ。なかなか白熱したバトルだったな。あなたの言っていた通り、声を出した方がその世界に入り込みやすい。ああ、構わない。あなたとなら何度でも。